うの？あ、やっと来た。もう暇すぎて準備に力入っちゃったよ。さ、スイッチオン。お、なんだこりゃ。さあ、やっとピーマンをうまいこと避けて渡ってこれる。僕は遠くから見てるから。矢はわかるが、ピーマン？俺も初めて見るが、こいつがピーマンか。一応食い物らしいんだが、とにかくに、ああそういうこと？嗅いだだけで泣き出す子供もザラだと聞くぜ。ピーマンやだ。私もピーマンやだ。ん？え？なんだ、大したことねえな。ベグは矢とピーマンを避けていかなきゃならねえ。俺は多分ピーマンに当たっても平気だと思うが、じゃあお前が盾になってメグをピーマンから守るんだ。無茶言うなよ。俺だって矢は避けなきゃなんねえんだぞ。ピーマンとメグを見ながら矢を避けて進む自信は。共同作業だ。俺がここからお前らに合図を出す。わかんないわかんない。まずはあれ、あ、間違った間違った。ああ、そういうこと。進むのが遅え。あ、わかった。こう。で、こうだ。こうだな。で、進んで、やっぱ歩く速度があるな。こう。え？よっしゃ。で、ここまで行くと。大丈夫だね。うん。うんうん。間違った。え？あ、こうか。で、こう。よいしょ、オッケー。よし。なるほどね。死んだよ。くそ、メグタごめん、という夢を見たんだ。うん。落ちなくてよかったね。面倒なことさせやがって。目的でこんなもん用意したんだよ。だって面白そうで、いや面白いのはお前だけなんだよな。みんなでホイコーローにして食べるから余計な心配はしなくていいからね。マジかよ。ね、え、触れたら熱いぞ。もともとは人間の道具だけどね。こんな時のためにセバスのじいさんにいい感じに調整してもらってたんだ。どんな時のためだよ。でもロイちゃんだけはまた平気かもね。本当はロイちゃんでも一瞬で灰にしちゃうぐらい出力を上げたかったんだけどさ、古くなってるから出力を上げるのは無理じゃんって言われちゃったしね。じゃあまた遠くから見守ってるよ。確かに全然平気だ。試してみるか。いやいやいや、ここでは操作キャラクター切り替えることができる。ん？ん？あー、そういうことね。
なるほど。ここなら大丈夫か。大丈夫ですね。よし、こう。簡単、簡単よな。オッケーオッケー。感じに2個はいけない。あー、わかった。ここはさすがに一人一人ということかしらね。いや、一人一人いけないよね。破壊できないんですかね。あ、おりゃ、お前が鳴ったらクソ。あ、あれなんかキーか。そういうことか。青なら大丈夫だな。うん。で、しい腕輪が何かするたびに嫌でも目に入っちまう。え、何度も言うようですが、カイロソフト、それがある限りあなたは我々に従うしかありません。え、レーザーで焼く？いいですか、ゴランさん。もし確実にロイの邪魔が入らずに子供を始末できる状況があったら、速やかに実行に移してください。ええ、構いませんよ。ロイの方からこちらへ向かう手段があると分かった以上、子供がいなくともロイをこちらへ来させる理由を作ることはできます。まずは解消すべきだと判断します。それさえできれば、あとはこちらで対応できます。つまり、あなたのミッションは完了。あ、でもね、そいつ裏切るよ。やめた方がいいよ。あなたの貢献に敬意を表して、その後は自由の身としましょう。いや、やめた方がいいと思うけどな。今こいつを切り替えれば、レーザーがメグに当たれば。メグはあっさりと死んじまうだろうな。やめとけやめとけ。殺されはしないだろう。何？操作ミスは誰だって。いや、ないない、やめて。間違いなく今頃死んじまってるに違いない。え？え？
そうだよ、ここで死んだって俺が殺したってことには。やめよ、やめよ、やめよって、やめて、やめよ、やめよ、ね、くそ。ね、こう。ね、これで、緑でいいかな。よかった。ねえ、何か拾ったよ。おナイスだメグ。で切り替えて、おで青だな。こうでメグタンは帰れる。あ、楽ちん。メグタンに切り替えてパーツを渡すって気なことかな。はい、これいるの。うん、なあメグ、お前よ、思えばずっと俺やロイの言うこと素直に聞いてるが、怖くないのか、ロイとか俺のことを。よ、なんで怖くないよ、ロイもコランもずっと優しいよ。そうか、そうか、なんだよそりゃ。で、おっ、よし。こう、まず先に行かせる。うん、よし。 IQ54万の私にしてみればね、こんなもんよ。ん、なんか元気ねえな。さっきからちょっと変。いや、気のせいだ気のせい。いいから行こうぜ、この先であいつが待ってるんだろ。たく、こんな面倒なことさせやがって。文句の一つでも言ってやろうぜっていう感じですね。ちょっと録画を切るね。よし、続きやるか。ゴー。進んだね。あ、でもクロコッチとの バトルがな、ミスディレクションしてくるんでしょ。あ、いた、クロコッチ。ちょっと待って、僕を無視しないでよ。せっかくここで君たちを待ってたんだから。ちょっと意地悪しただけ、そのセリフが聞きたかったの。お疲れ、よく頑張ったね。お疲れじゃないぜ、苦労させてくれやがって。何のためにあんなもん用意したんだよ。ただのゲームだよ。君たちが死なずに突破できるかどうかっていうさ。だったら自分でやれよ、いい迷惑だろうが。いやいや、そういうわけにいかないんだって。それにね、まだゲームは終わってないんだ。は？この2枚のトランプから1枚選んでみてよ。気にしないで、ちょっと参考にするだけだから気軽に引いちゃって。何、今ね、目つぶってね、ぐちゃぐちゃやってるけど、はい、 OK、 決めたね。僕はさ、面倒だし、君たちはもう殺しちゃえって思ったんだよね。その方がちょっと面白そうだしね。え、でもセバスじいさんはそう思ってないみたいでさ。まあ確かにそれもわかるんだよね。だからさ、ゲームで決めることにしたんだ。生き残るも死ぬも君たち次第ってね。うん、何より僕も楽しめるから一石二鳥だしね。で片方がジョーか、もしそれを引いたら僕がこの場で直々に殺しちゃうよ。どっちもジョーカーなんじゃないの。さ、めくっちゃってよ。ですよね。あ、かわいい、レン。あ、そっか、レン君って名前か。かわいいな。いや、まあ。いった、はい。
20。はい。するよ。はい、はい、頑張り茶飲んでもらいます。え、ハート、え、動体視力、え、ちょ、動体視力の時間飲みたくねえよ。ダメダメ、わがままはダメだよ。めっちゃ見た。行って行って。バイバーイ。と見せかけて後ろから殺しちゃったりし。あれ、ナンシーなんで邪魔するんだよ。あんたね、ちょっと来なさい。あ、各自が思うように行動するって話だった以上、今までは黙って見てたけどね。負けた後で後ろから襲うのは見過ごせないわ。いたてて、わかった、わかったって、もうしないんで痛いってば。姉さん、姉さん、そういうわけよ、こいつはちゃんと私が見ておくわ。チェー、まあ結構楽しんだし、いいか。そういうわけよって言われてもな。でも助かったぜ。あれ、
姉さん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 、ありがとう姉さん。お前ちょっとふざけんな、くそか。そういう卑怯なことはねダメですよ、ほんと。ナンシー姉さんの目がね黒いうちはね見逃さないよ。いやー、ナンシー姉さん、ナンシー姉さん、お、ちょっと待って、うんうんうん、特には大丈夫かな。セバス爺さんと戦う流れになるよな。セバス爺さんの人間への恨みって何？足がないでごわす。上の方に行きゃいいだろう。登れんの？登れんの？今更お前が崖を登れるぐらいで驚きゃしないけどよ。俺らはどうすりゃいいんだよ。上に行って、あ、ダメそうか？ち、こんなの全然余裕だぜ。ない、頑張れ！ほう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 。おお、あ、長押しね。はあ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 。はい、あ、はい、はい。大丈夫、大丈夫。あ、なんかよ、俺たちってさ、ずっとこういう感じだったよな。どういうこと？こういう感じ？お前ら二人は一蓮托生ってやつだ。メグはロイが守ってやらなきゃ今頃生きちゃいねえ。うん。はい、ありがとう。お、おでもな、ロイ、お前だってメグがいなきゃ、町外れに住んでてマジックタールばかり食べてる変わり者。今も変わらずそんなもんだっただろうな。うるせえな、いいだろうが昔のことはよ。そんで俺は？そんで俺は？そんで俺は？いつまで続きます？へい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 。わし、俺もずっとこんな感じだ。こんな風にずっとお前ら二人の足を引っ張ってんだよ。え？あ？急に何言い出すんだ。そんなことはねえだろ。そうだよ、あのレーザーの時、あの君が切り替えてくれなかったら無理だったよ。いや、そうなんだよ。だけどお前はパワフルすぎて、そんなの関係なしに俺ごと引っ張っていっちまうんだ。まあ力にはちょっと自信があるからな。そういうこっちゃねえんだけど。へへ、ほんと頼もしいもんだぜ。何を思ってる？ゴランさん？何を考えで？お、見てみろ。なかなかいい眺めだ。いい眺め。こりゃ確かに魔界にじゃ見れねえ景色だな。光景だな。なんだ、急に視界が。このエモいな。だんだん上に登ってく。そうだ、こんな景色想像したこともなかった。お前ら二人のおかげだ。メグが来て、ロイがちょっとずつ変わって、そんなロイに引っ張られて俺も、気づけばこんな高いとこまで来ちまった。あ。でも外せないんだよね。どうすんの？やっぱ腕切り落としちゃうのかな？あ、夜になった。
でもゴラン、いやゴランはさ、そりゃ裏切ったりしたけど、そのさっきのレーザーのところだけじゃなくて、普通の戦闘で回復薬がね切れた時、あのメグタンをあやしてくれたじゃない。やっぱり3人でチームよ。外壁、はい、あ、セバスじいさん、セバスじいさんがどうやってここに、おじいちゃん、おじいちゃん、じいさん何してんだ、つーかどうやってここまで来たんだ。いい眺めだなって思っての、うーん、魔界かな。とはいえわしらの世界はこんなもんじゃ。ここから見れば一目で見渡せるぐらいの狭いもんじゃろう。うん、そうか、こんな遠くから見て狭いっつってもようよくわかんねえな。ほっほっほ、それもそうじゃな。まあともかくじゃ、このわしらの世界を守ろうとみんな必死なんじゃ。グスタフもナンシーもレンも、いやレンはわからんが、人間のゴミ箱としてできたこの世界がわしらの全てじゃ。悪いけど興味ねえし関わるつもりもねえ。グスタフのやつには言ったがな、俺はメグの母ちゃん探してるだけだ。そうじゃの。それじゃあお前さんにも関係のある話をしようかな。ほんほんほん。人間に作られたんって話かな。わしはお前さんには期待しとるんじゃ。世界ごと人間のいいようにされてきたこの状況を変えるきっかけになるかもしれんとな。あのな、だから俺はそんなの興味ねえんだって。すまんすまん、まだ回りくどかったね。わしもお前さん方にどうこうしてくれというつもりはないよ。ただ生半可な力と覚悟で向かってもらっては困る。いたずらに人間の怒りを買うだけに終わるのはまずいからの。ああ、そういう展開か。強そうだよな。ジジイのくせになかなか頑丈な体してやがる。まだまだ若いもんには負けんの。健康の秘訣は早寝早起きと適度な運動じゃ。やたら強力な武器を使いやがる。しかもそれ人間の武器じゃねえか。まあね、わしにかかれば人間の道具をいい感じに細工して使うとかお手のものだからね。まだ大丈夫。うん、ためよう。あー、電動ドリルはどういう頻度だ。ガードしてみるか。エアガン。おお、ほうほう。ああ、そういう感じ？変わり番号って感じ？そろそろあれの出番かな。あれ？え、なになに？あ、あ。は？げ、なんだ今の。なんだっけ、超音波はい。でもそろそろあの道具攻撃してくんじゃないのかな。ちょ、一旦ガード、バールのようなもの。今は一旦火種をなんとかしたい。うざうざ、ボタンがいっぱいありやがる。おおおお、ダメだ、開かねえ。変更、老人に不快な、
そんなモード用意しとったっけ。してくるんじゃなくってですよね。おじいちゃん、おじいちゃん、チェーンソーブラスト。いや、バブルか。ブラッとしてくるからガードだな。ですよね。よかった、自分が攻撃してない間もあの超音波のあれが攻撃してくれるの助かる。うーしゃー、どれどれ、え、世界が滅びるぞ。世界が滅びる。うむ、なかなか微妙なことを言うの。うん、いや、一回は耐えるだろう。よし、これ以上増えたらもう覚えれない。攻撃できんかった。うん。ブーブー。楽しいね。しゃ。で、次が道具攻撃な。しゃ。ゴ。やばい。出るは一旦に。これで最後じゃん。あ、うん、よし。で、次ガードしたいけど多分無理だよな。一発で落としてない。集中してればこんなもんよ。あれ？チェーンソーブラッド。ふーふーふーみたいな。よ、フィニッシュ。ふわー、あのパズルをすべて解除するとは、お前さんただの力自慢ではないというわけじゃない。わかればよろしい。ん？さ、う、うたけ？左大臣、右大臣ってこと？ウェーイ。まあ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 。よろしいでしょう。心が育った。嬉しい。うむ、もう何も言うことはないわい。ジジイが出しゃばるのもひとまずここまでにしよう。おじいちゃん強かったな。チェーンソー、まさかチェーンソーマンしてくると思わなかった。じゃあおじいちゃん行ってくるね。あ、そうだ、ロイが何者かって話してないよな。あ、世界が滅ぶと。いいけどよ、じいさんもどうせ信じないだろ。ゴランが嘘こいてるってバレちまう。何が起こってる。
でもなんでメグダンの声に反応するんだ？お前さん。いや、お前さんの言うことを信じよう。ありがとよ。じゃあもう行くぜ。え、おじいちゃん。え、ロイが何者かって話はしてくれないの？こんなことがあるもんじゃの。わしがロイ君に関して出しゃばるのはここまでと言うたが、どうやらもう一度出しゃばることになるかもしれん。どういうこと？何をしてくれんの？てか順調に地上行ってるけど大丈夫？休憩地点、休憩しよう。まあ実はね、こうぶっ通しでやってるんすよ。なかなか首口ね、回んなくなってきたわよ。人間っつうのはだらしねえな。まあ研究所はすぐそこだっつうのによ。それに夜のうちに忍び込んだ方が、まあ子供だしな、仕方ないって。中づいた。あ、食い物って持ってきてねえぞ。あ、でもこの辺だったらメグタン食べれるものあるんじゃない？あ、仕方ない。あれを出すか。あれ、缶詰。え、マシュマロ。なんでうなも持ってる。特に子供が好きらしいって話でな、闇市で買っといたんだ。どうよ、ほかほかマシュマロ。腐ってない状態のやつは珍しいらしくてな、ぼったくられたが役に立ったみたいだな。え、なんでそんなもの持ってる？ライマー。はい、食べた。まあ悪くねえな。ほっこりだな。いや、ロイ君は多分人間っていうか、まあ普通の人の味覚してないんでしょうね。マジックタ、マジックタタマジックマジックソルトをね、食べてるわけじゃない。何度聞いても覚えられないのよな。ね。だからあれはもうクソまずいわけでしょ。それを美味しいって言ってるから味覚が変だと思うけど、多分今回今ね食べたマシュマロに関しては美味しかったんじゃないのかな。こう食べ物って何を食べるのかも大事だけど、何を食べるのかというより誰と食べるのかっていう方が重要になってくる場面もまああるわけじゃない。そういうことよ。他に方法もなさそうだしな、行くしかねえ。おじいちゃん、あ、ご覧ルートだ。ご覧の見てた悪夢をここで教えてもらえると、うわあ、あ、よかった、はぐれたかと思ったぜ。よかったぜ。暗いし何も見えなくて困ってたんだ。あ、そうだな。やっぱりゴランがいてくれると助かるぜ。ん？どういうこと？どういうことですか？メグダン？あ、違う。すまねえな、付き合わせちまってよ。いや、何言って。昔から俺なんかに付き合ってくれんのはお前ぐらいだったよ。ほんと感謝してるぜ。ああ、逆にこういう言葉がゴランさんをえぐるっていうのを分かっている悪夢ってことね。性格悪い。 IQ 高いじゃん悪夢。なんかあっちとか、あ、いけないんだな。
お前は俺のただ一人のダチだ。これからもよろしくな。ゴランさん、守備はどうですか？カイロソフト。ゴランさん、お忘れなきよう。その腕輪がある限り我々に従うほかありません。とはいえ我々によって生み出されたあなたにはどうせそれ以外ないでしょうけどね。何言ってんだよ。ゴランはずっと昔からつるんでた俺のダチだぜ。だよな。おお、さすがですゴランさん。監視対象の信用をここまで得ているとは。やはり魔物の監視は魔物にという私の判断は的確だったようですね。あなたは監視に忠実にロイを監視、任務に忠実にロイを監視しているだけなのに、ロイは何も知らずあなたを仲間だと思っている。実に狡猾ですね。あ、実に滑稽ですね。うふふ、クソ、もうやめてくれやめてくれ。うわぁ、ゴランさんにとってで、そのスパイというかそういうのだってバレるのも怖いというか悪夢なんだろうけど、それよりもロイにそういう嬉しい言葉というか言われる方が傷つくってことだよね。いや、ゴランさん、ゴラン、腕どうする？切る？腕はなんかじっと眺めて、そのダセ腕はそんなに気に入ってんのか？あ、いや、気に入ってるわけじゃ。ちょっとその辺散歩してくるわ。別にいいが、腕どうすんの？腕。え？怒らしちまったか？ダサいって言ったから？うん。そうだよな。こんな腕は、ダセよな。分かってんだ。こんな腕は。致死性の毒が流れます。妙な気は起こさぬよう。待て、落ち着け、死んじまう。こいつなら、腕ごといっちゃう感じ。あ、そうなるような。止血の知識とかあるんですか？あー、何やってる。お、戻ってきたか。まあなんだ、その腕の模様、角度によってはそこまで。え、お前腕どうした？腕、あのよ、聞いてくれ。いくら腕輪がダセえからって腕ごと捨てることねえだろ。バカか、そんなわけねえだろ。いでいいからちょっと聞いてくれ。俺はずっとお前に嘘ついてたんだ。もう苦しくて仕方がなかったんだろうな。もう解放されたかったんだよな。つまり滅びを呼ぶ存在はメグじゃなくて俺で、お前はこれから行く研究所で作られて俺を監視し、あ、そうなんだ。つうか俺も元はその研究所で作られて、で、お前は腕輪で研究所に監視されてて、うん。まあ、突然言われてもわかんないよな。俺とつるんでたのも監視のためだったのかよ。そういうことになる。ああ、ゴランさんの胃が心配だな。多分、もう腕も痛いとは思うけど、それ以上に胸が痛くて仕方がないんじゃないのかな。大丈夫かな。ふざけんじゃねえ。寝た。チッ。ああ、でも、その、腕を切った覚悟の方は買っていただけないでしょうか。うん、言い訳に聞こえるだろうし、許してくれないかもしれないけどよ。お前に嘘つくのずっと辛かったんだ。悪かった。これでもう嘘つかなくて済む。お前、腕は大丈夫なのかよ。大丈夫だ。問題ない。めちゃくちゃ痛えけど、ちょっと休めば、俺も人間みたいにやわじゃなかったようだ。そうか。やることは変わんねえぞ。
研究所ってとこ行ってメグの母ちゃんを探す。分かってるよ、もちろんだ。そっか、いやでもこれで最悪の未来は一個回避したな。そのエクレアっていうものがまた美味でね。聞いてるか、ジョイ君。はい、聞いてます。エクレアですね。食べてみたいものです。誰、あ、おじいちゃん。え、おじいちゃんの移動速度やばくないか。ムキムキマッチョだったもんな。おっと、これはどちら様でしょう。うむ、わしはセバスという評議会のものじゃ。評議会。そうか、私がロイ君を人間の世界へ手引きしようとしたことがバレてしまった以上、遅かれ早かれ評議会の手の者が来ることは分かっていた。覚悟を決めているよ。好きにしてくれ。おや、何か勘違いしているようじゃ。わしは別にお前さんをどうこうするつもりはないよ。なんだって？お前さんに預けてたものを受け取りに来ただけじゃ。え、ロボット？お久しぶりです、セバス。ジョイ。あ、ジョイ君は、わしがお前さんの元へ送り込んでおいたものじゃ。お前さんは偶然拾って助手にしていたと思っとるだろうが、わしがそう仕向けたんじゃ。あららららら。では私が魔界でしていたこと、魔界へ廃棄された運よく生き残った人間を元の世界へ返す手助けをしていたことは、初めから評議会には筒抜けだったと。それは少し違うの。評議会ではなく、あくまでわし個人がやったことじゃ。どちらにしてもあまり変わりがあるようには思えない。ポール、違います。何が違うんだ？私のことは構わずもう言ってくれ。違うんです、ポール。いえ、セバスも違います。聞いてください。ほ？聞いてください。ん？何？